第1回質問コーナー。インスタグラムで募集した質問に早押し形式で回答、先に10問正解した方の勝ち。それではお名前の方をお願いします。泉朝日です、よろしくお願いします。意気込みは、たくさん質問に答えて、しっかり10ポイント取って勝ちたいと思います。お願いします。それでは早速いきましょう。質問、なんでそんなに運動が、子供の頃にたくさんスポーツをやってたから。正解します。と言いますと、そうですね、子供の頃に、アイスホッケーやってて、で陸上もやってて、そういう風にいろんなスポーツをやってたなっていうのをすごい一瞬でバッと思い出せたので答えられました。はい、分かりました。質問、 NG シーンとかある？NG シーン、結構あります。正解。よし、ふぅ、なんで分かったんですか？ NG シーンとかありますかっていう質問だなと思ったんですよ。まああるなとは思って、で NG シーンとかありますか、見たいですみたいな質問だった時に、いつか NG シーンは出したいと思ってますみたいなことまで言おうかなと思ったんですけど、そこはちょっと問題と、問題というか質問とバランスを見て答えられました。はい、わかりました。続いていきます。はい、質問、逆再生で歩くとき、進行方向が見えないので、ちゃんとそこが安全かどうかを確かめること。違います。違いますって何？すいません、じゃあ問題全部お願いします。はい、逆再生で歩くときのコツってありますか？コツってありますかね。逆再生で歩くときに気をつけてることは何ですかかと思っちゃいました。ちょっと早まりすぎました。早まりましたね。早押しの妙ですね、これが。コツは本当に歩いてるものを逆再生してその動作を真似るだけですって、本当に動きのモノマネをするだけってことです。なるほど、わかりました。どんどんいきます。はい、質問、努力タイプ。ちょっと待って、努力タイプ、ちょっと早すぎた。努力タイプ、ちなみに制限時間ありますよ。5、4、3、2、1。違います。違います。違いますみたいに、違いますってなんだよ。違います。努力タイプ、才能タイプ。あ、それは今、僕は才能タイプですって言ってたってこと？どっちかって言ってた。努力か才能かどっちか。確かに確かに。どっちなんですか？どっちでもないと思うけどな。まあ努力タイプにしましょうか。ものすごい才能あったらもう遥か彼方に揺れてるんで。うん、それそうでしょうね。じゃあ次いきます。はい、質問、大大大ファンです。クマ、おっと、大大大ファンです。オッケー、いいよ。大大大ファンですでしょ。はい、わかりました。はい、いつも動画見てくれてありがとうございます。まず、はい、大大大ファンですので、気が向いたら TikTok ライブはやりますが、YouTube ライブはやってません。違います。違うのか。オッケー、チャレンジでいい？いいよ。大大大ファンです。熊本で遊ぶ。はい、熊本では遊びませんが、いつか撮影でお邪魔できたらなと思ってます。正解です。いやー、そっか、いや熊本まで聞いたら分かったわ。ちょっとだから早すぎます。ちょっともうちょい聞きましょう、もうちょい聞きましょう。正解です、増えてた。そうだね、だって10ポイント取んなきゃいけないでしょ、これ10ポイント取んなきゃ永遠に質問が乱れ打ちされるでしょ。ちなみに今何ポイントだっけ？人生最後の何を、何も特別なことはしなくて大丈夫です。正解です。ありがとうございます。理想の
デートありません。正解です。ありがとうございます。子供の時はどんな明るく活発ではあったがモテはしなかった。正解です。ありがとうございます。こんなナンバー分かんなかった。何が正解なのか。バシバシいきます、ね、いきましょう。質問。最近小鳥が私の鼻の穴に巣を作っています。何その質問。何その質問。鳥はキラキラしたものを見ると逃げていく習性があるので鼻ピアスをしましょう。正解かな。どっち。正解です。よしよしよし。なんでわかんない。絶対あれでしょ、鳥の巣が鼻につくからどうしようみたいなことでしょ。どうせ見ですかみたいな、そのボケ質問でしょ。鼻毛神剣奥義の邪魔です。どうせこれです。何誰それ言ってきてるの。ちょっと俺もね今答えが今に違うんだ。確かに。まあ正解ということで。なんだその質問。今じゃあ5、6ポイントぐらいですかね。そうだね、5、6ポイントこれ10ポイントしかないのにさ、5、6ポイントぐらいかなって言ってんのやばいよね。めっちゃ大事だよその1ポイント。じゃあいきますね、はい、質問。泉朝日は暗殺されるのか。もちろんあれは映像としてはされてますが、本当に僕が暗殺されることはないでしょう。正解。じゃあ俺渋いやん。じゃあ俺、まあ、ちょっと俺も呼びますね。一応、まあ、お願いしますよ。泉朝日は暗殺されるのかされないのかどっちなんだい。されるか。これなんか答えってのいまいちわかんないね。じゃあそんな問題出すなよ。じゃちょっと難しすぎるな今の質問。もっとさ、なんかこう俺の知ってる YouTube の質問来なんてこれじゃないよ。もうすでに違うけどこれじゃないよ。質問。スタントマンになろうと思う。いやいやいや、なんで。はい、スタントマンではありません。正解です。不正解です。何なんだよマジ。スタントマンになろうと思ったきっかけを教えてください。どんで待ってるだろ。じゃああれなんだ、激しい動画を撮ろうと思ったきっかけは何ですかみたいなことは。言い方変えればみたいな。なるほどね。いやいや、でもこれはきっかけっていうか高校生の時からやったから、あのコム先輩、ほら高校の先輩なんですけど、コム先輩たちがハードルのドリルやってるところで俺が風に吹き飛ばされる真似とかをしてるんですけど、きっかけなんかありません。先輩にやらされてました。質問。はい、いつも見てます。頑張って。え、頑張ります。正解です。これはもう、ね、サービス問題。サービス問題だからね、もうちょっと早くしてくれないと。じゃなくて。これはその早押し形式というそのシチュエーションでやってる質問コーナーだよね。え、いつも見てます。頑張ってくださいっていうのは質問なんですか。まあ。説得言ってくれたし。それを言っちゃおしまいで。それを言われちゃこっちだってさ、噛みついてるのがバカみたいじゃない。そうね、ありがとうございます。いつも見ていただいてありがとうございます。昆布がもう文句言うんだよ。すいませんね。すいません、本当に。これで9ポイント到達しますよね。次正解したらこの優勝ってことね。優勝です。よし、絶対優勝しよう。じゃあいきます。はい、質問。バク転はどうやる。僕はでしたけど、僕はそんなに後ろに回ることが怖くなかったんですけど、でも斜めになっちゃうっていう癖があったので、まっすぐ高く飛ぶことを意識したらできるようになりました。正解です。そりゃそうだ。ありがとうございます。質問コーナー史上一番ちゃんと答えたかもしれない。めっちゃちゃんと答えた、ね、めっちゃちゃんと答えられてた。なんかそれはすげえじゃない。話最後まで聞かないでこれ。でどうやるんですか、怖くないですかって質問。お、え、怖くないですか。まだ俺ちゃんと言ってたから。うわ、俺すごっ。その怖くないに対してのレスポンスなかったら俺は不正解。不正解にしようとしたけど言っちゃったから。よっしゃー、昆布を出し抜いたぜ。昆布だけにな。昆布って誰ですか。じゃあ優勝ですか。私なんか最後もう一問これはやってた方がいい的なのある。もう一問ぐらいだったらお伺いしますよ。あの方々からの大切な質問ですから、本当は全てに答えたいところで、ね、抜粋に抜粋を重ねて、もう質問が来すぎて一回インスタのサーバーがダウンしちゃって、10億7000万通ぐらいの質問来てるんで、その中からトムさんが選んでもらってるのがいいのがあれば言うんだけど、
ありますか。ちょっと待ってね。それで10億から選んでるから。ちょっと多すぎる。多すぎるよ。見つけたのいきます。じゃあこれ最後。間違えたのもう一個ある。間違えるって意味わかんないけどね。本当に。質問。何歳？24歳。違います。違くねえよ。違くねえよ。今年で何歳？あ、そっちを聞いてたの。どういうことだと思うけどね、俺は。そう、問題文全部読まれたのに。ゴンジなのに問題文。12月17日で25歳になります。これでもう終わりにしよう。正解させて終わりにするわ。もう質問、はい、陸上好きです。これは本当にごめんなさい、はい、嫌いです。嫌います。なんで嫌いなんだもん。嫌なんだよ。もう辛い思い出しかないんだから。楽しそうにやってたけどね。それあなたといる時に部活が楽しそうなだけでしょ。その子はもうあなたで。そうよ。好きですか、逆に陸上。好きだよ。おすげえ。すっげえ。打ち切れてたじゃない、部活の時に。そういう時もあったけど、今となったらいい思い出やねっていう。そんいつも歩き終わっちゃったの。本当に最後ですよ。もうこれはもう正解でも正解でも、はい、もうひねくれてない、はい、最終問題。質問、泉さんにとっての成功とは。そんなそんなむずいの出すんだよ。正解がねえじゃねえかよ。僕の尊敬する人にお前は成功したなと言われたらそれは成功です。正解です。これに関しては別に違いますでもいいんだけどね。違いますでしょうか。違いますでしょうか。違います。あー。正解も不正解もない質問だね。だからこの形式でやることじゃないんだ多分。まあ成功などないってことですよ。成功もないし失敗もないってことですね。全ては過程ということで。他にも質問あるけど、うん、今回のところはここの辺にしておいてやろうと、ね、また個別で返してください。いや、返さないでしょ。インスタで募集したんでしょ。うん、インスタで個別に返して。カットする、カットする、今のところ言うか。カット、カット。インスタで彼は個別に。ダメだよ。今回だから返しきれてない人に返します。返しません。返しますか。で、なんか最後優勝インタビューなどのって終わりにしましょうか。次回以降もいい人見てもらいました。もっともっと多くの方に質問していただけるような、で興味持っていただけるような人間になれるように頑張っていきたいなっていうのがあります。これからも本当に応援よろしくお願いします。はい、このボケずっとやりたかったんで。じゃあ最後ファンにはいします。はい、本当にあの質問をいただいた皆さんありがとうございました。こういう形ではありましたけれどもね、その後でやってほしいってこれがね、ちらほら、まあ、ね、あったので、やらせていただきました。またね、この質問にも答えてほしい、あの質問にも答えてほしいっていうのはね、どっさり溜まってきたら第2回になるかもしれないので、その時までね、チャンネル登録をしたままで、なんかやっといてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。